フアンボルジアは、スペインの第二代ガンディア公爵、ロドリーゴ・ボルジアと、愛人・バノッツァ・カタネーの子。兄弟に、チェーザレ・ボルジア、ホフレ・ボルジア、妹に、ルクレツヤ・ボルジアがいる。スペイン語読みでは、フアン・ボルハとなるはずだが、日本では、フアン・ボルジア、または、ホアン・ボルジアが、一般的である。イタリア語では、ジョバンニ・ボルジャ、チェーザレの弟にあたるのか、 兄にあたるのか、少年が小説ある。1493年、スペイン貴族マリア・エンリケス・デルナと結婚し、二代目、ガンディア公爵となり、テッサ公、サンピエトロ知事など多くの称号を、アレクサンデル6世から授かった。1497年6月14日、ピアッツァデラ・ジュディッカ近くで何者かに暗殺された。テベレ川に浮かんだ彼の遺体から、 三0ダカットの金貨の入った財布が見つかったため、強盗の仕業ではないことが分かった。一説では、チェーザーレの仕業ではないかと噂された。ヒマリアとの間に西を設けた。長男フアンボルハイ・エンリケスは三代目ガンディア公を継いだ。その子は、後に、イエズス会第三代総長になり、劣勢されるフランシスコ・ボルジアである。長女フランシスカで、ヘッス・ボルハは、 バリアドリードの修道院で2層となった。ありがとうございます。